ネイティブダンスの話をしようかなと思ったりします。シンセベースはですね、基本的にはね、スティービー・ワンダーのシンセベースがすごい好きで、あの人のシンセベースをすごいいろいろ研究して、あの人のフレーズとかにすごく影響を受けてたりします。あのフレーズはどうやってできたかというと、ではネイティブダンスの話をしようかなと思ったりします。あの頃はなんかレコーディング合宿みたいなのがあってですね、でみんなでこう1週間ぐらいなのかな、10日ぐらいなのかな、なんか泊まり込みで合宿をして、まあ、そこにちゃんとスタジオがあったりとかするっていう、そういう場所なんですけども、そういうところで最初あの曲は何からできたのかな、とりあえずあのイントロのベースラインっていうのがとってもなんか印象的だったりしますよね。あれは実は一番最初にその曲ができて、その最初のレコーディングの合宿の時は全然違う、むしろなんだっけな、なんか前のアルバムのイントロ、なんかダッツ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 みたいな、なんかそういう、まあ、同じコード進行なんですけども、そういうふうな、メロディーをやにしてて、まあ、とりあえずそれを仮で入れといて、なんで最初は打ち込みでその、ベースラインを入れてる、うん、まあ例えばだから、そのセーフティーラブとかは、オフ・ザ・ロックのやつは基本、シンセベースなわけですよ。で僕の場合はそのまあベーシストでもあるんですけども、シンセベースもすごい好きで、シンセベースはですね、基本的にはね、スティービー・ワンダーのシンセベースがすごい好きで、あの人のシンセベースをすごいいろいろ研究して、あの人のフレーズとかにすごく影響を受けてたりしますですね。最初は、ネイティブダンスは、そんな感じで仮でベースを入れて、その頃は、その初期の頃は割とほとんど、シンセベースだったりとか、まあ、あとは、普通の生ベースでも、全部打ち込みだったりとかするんですけども、そこからなんか僕が実際にベースを弾く度合いがだんだん増えてきて、というか、僕、最初のね、まあ僕がだから最初に30歳の時に東京出てきて、アレンジャーっていう仕事をした時は、もうアレンジャーなんで、一回ベーシストから離れようというところで、一回ベースをやめてるんですよね。だからそこから2年間ぐらいほとんど全く弾かなかった。だから久しぶりにベースを弾いたのがオフ・ザ・ロックツアーの時かな、なんかドゥ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 ンってなんかギターと同じベースラインでなんか2曲ぐらいだけベース持って前に出てきてなんか弾くみたいな、なんかそんな企画でやったのから最初で、そこからなんかツアーごとにだんだんこうベースの率が高くなってきて、もう一番最後とかはブローイン以外は全部弾いてたりとかっていうパターンで、ナイスブルースのツアーの時とかはなんかベース全部で6本かなんか持ってたりとかして、それを全部なんか音色をうまく変えて使ってたりとかもしますけども、ネイティブダンスですよね。どんどん話がね変わりますよね。ネイティブダンスの話しろって話ですけども、あのフレーズはどうやってできたかというと、あれはね、なんかよくわかんないです。思いつきです。なんか湧いてきました。で、割とその場ですぐできて、わ、これかっこいいなとかって思って、あ、そうそう、あの頃ね、あの曲のベースライン、あれはね、その合宿の時は基本、今思い出したんですけども、ずっとシンセベースのままでしたね。で、その後で、東京に帰ってからベースを全部、取ったんです。だから、あの頃は、ベース、あれ？ドラムが先なのかな？もう、いろんなのがごちゃごちゃになっててよくわからないんですけども、最後、
最後でも、セブンスブルースの時とかは一番最後がドラムだったのかな。なんか、セブンスブルースまでが青山純さんだったような気がします。まあいいんですけども、その、あれって、ドゥデッ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 ドゥデ
なんかね、どうしてもだから普通にベースを弾くっていうのがつまんなくて、あの頃やっぱりなんかサンプリングとかそういうふうなことをするのが、楽しいというか、そっちの方がなんかかっこいいというか、新しいというか、みたいなのがあったりとか、まあ、あとはその、ドゥンドゥデッテドゥンドゥデッテドゥンドゥデッテっていうのを感想ずっと全然こう、よれずに弾くっていうこと自体が僕の中で、なんか、自信がなかったのかもしれないですけども、あのね、あそこの感想の部分、あれをずっととりあえず弾くんですよ。ドゥンドゥデッテ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 全部やって、それをバーッと聴いて、で、それで、一番、これが一番かっこいいなって思った、そのフレーズ。あのフレーズだけをサンプリングして、最初から最後まで全部貼り付けてるんです。確か。で、そこで、その、なんていうのかな、その、普通に、ああいうなんかすごく生っぽいベースを、が、なんだけども、それが、全部実はサンプリングなんだよというところで新しさを出したいなっていうのが、積極的な部分があって、で、そこでやったりとかして、なんで、A メロとか B メロとか、サビとか、あれも、実は、例えば、ドンテテ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 ドンのとこで必ずスライドするわけですよ。で、それをしないのにしたいなと、僕が思っても、勝手に僕が勝手にやってるんですよ。だから、それが偉いとかそういうんじゃなくて、あの時なぜか、僕、今だったらなんか、ドンテケドンテテドンってこう、上に上がる感じのそのニュアンスがかっこいいって思うんだけども、あの頃はなんかそうじゃない、もうちょっとだからそう、デジタルっぽい感じの方を、にしたいなっていうのが積極的な気分としてあったんで、だから、あれね、一小節ずつっていうか、ワンフレーズずつ弾いてるんですよ。しかも、頭から順番に弾くの。だから、例えば、サビとかだと、ドンテテドンテテ、ドンテケドンテケ、ドンテケドンテケ、ドンテケドンテケ、ドンテケ、ドンテケ、ドンテケって弾くの、まずね。で、その次に、わかるかな次に、ドンテケドンテケ、ドンテテドンテテ、ドンテテドンテテ、ドンテケドンテケ、ドンテケ、ドド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 って、なんかね、そういうことするの得意なんですよ。なんか知らないけども。なんか、よく頭ずれないなと思うんですけども、なんかあの頃は割と調子良かったみたいで、まあ今でも大丈夫ですけども、何度ね、そうやって弾いてんのね。だから、あの通り全くスライドがないように弾くっていうのは、無理です。っていうか、そうじゃない世界観を作りたくて、なんかそうやって積極的に。まあなんかね、だからそういう普通じゃないことをばっかりやろうっていう、うん、なんか、やっぱなんかこう、まあ時代を作るっていうとおこがましいですけども、なんかまあ最終的になんかそういうね、なんかこう世の中にいっぱいこう、みんなが真似してくれるような、なんかそういうふうなサウンドとかが作れたのっていうのは、やっぱりなんかこう、違うことしよう、違うことしよう。それがだから分かっても分からなくても、なんでもいいけど、とりあえず普通じゃないことをしようっていう気持ちは、すごいあって、それ未だにそうなんですけども。で、そこがだから、なかなかバランスで、まあ僕みたいになんかそう新しいことばっかりしようっていう人間がいると、なんか突拍子もないとこまでバーって行くんですけども、それがだから松本さんとかがちゃんとこう抑えてくれるわけですよ。だから、どこまで、僕をどこまで話し外にして大丈夫かって、どこは抑えるべきかみたいなのがすごいあって、そこのバランスがもうすごかったんで、まあ、だからそれはもう僕は単にアイデアをどんどん出してるだけで、アホなことばっかりしてるわけで、でそれに対してもう最終的な判断はちゃんとこう下してくれるっていうところの安心感があって、余計だからこうやって好きなように遊べる。もう本当にやりたいようにやる。まあそれは、その、セーフティーラブの時も言ったみたいに、そのバッドコミュニケーションの時に、こう、遊ぶだけ遊ぶっていう感じの、精神でやってたりとかはします。まあ、ネイティブダンスとかに関しては、そんな感じかなと思います。またよろしくお願いします。
この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。